確かに普通の森じゃないみたい。落ち着け、落ち着くな。私にはやるべきことが。人間がどうしてこんなところに？あなたも人間よね。なんだ小娘、まだ帰ってなかったのか？にゃんこ先生！何普通に喋ってるんだよ先生！あいつはこれを夢だと思い込んでいるようだし、なんとかなるだろう。猫ちゃんをつまみあげないで！なんとかならなかったらどうするんだ？心配ない。どうせこの森を出るときには、まあお前には関係のないことだ。驚かせちゃってごめんなさい。猫ちゃん、にゃんこ先生を追いかけてたら一瞬お化けみたいな、なんか変なものを見ちゃった気がして怖くなってつい。見た？ええ。